どうも、ウェブコンサルタントの本橋平介です。あなたは SNS を頑張っているのに集客できない、フォロワーは増えたけれども売り上げにつながらない、そんな悩みを抱えていないでしょうか。僕も様々な業種の方から日々相談を受ける中で、SNS で集客ができない人の意外な共通点が分かりましたので、今日はそれをシェアしたいと思います。SNS 集客において最も大切なことは、実は SNS 以外にあります。つまり集客できない原因というのは SNS の外にあるわけです。今日はその原因の中でも最も重要と思われることを2つピックアップしました。ですのでこの動画を見ればあなたも SNS で集客ができるようになります。しかもフォロワーがたくさんいなくても、 YouTube のチャンネル登録がいっぱいいなくても売り上げにつながるような発信方法を得ることができます。ですので今日はぜひ動画を最後まで見ていって今後のあなたの活動に生かしていただければと思います。では SNS 集客ができない原因はネット以外にあるというふうにお伝えしました。これはどういうことかというと、木、花や木に例えると分かりやすいんですけども、集客というのは花です。そして SNS というのは肥料なわけです。ということは土台がしっかりしていないといけないということです。つまり根っこや土がないと育ちません。空っぽの植木鉢の中に肥料を入れて水をやっても花は咲きません。ですのでこの土台が大事なのです。では SNS 集客においての土台というのは何でしょう。それはあなたのサービスの価値が伝わっているかどうかということです。 SNS 集客ができないというのは、そもそも発信方法やフォロワーの数の前にあなたのサービス自体を改善する必要があるということです。あなたのサービスの価値が伝わってないということが実は多いです。逆に言うとこの価値が伝わるようになると、フォロワーが数百人とかでも仕事がどんどん入ってくるわけですね。サービスの価値が伝わるようにするにはどうしたらいいのかというのをお伝えします。ビジネスとは問題解決なわけです。問題解決というのは、こんなことで悩んでいる人があなたのサービスを利用することによってこういうふうになりましたという、 A だった人が B になるというこの変化が大事なわけですね。でこの変化が明確に分かればサービスというのは申し込んでくる。たとえフォロワーが10人だったとしてもサービスが売れていくわけです。でもこの A だった人が B になるという価値が分からなかったり、表現が曖昧だったりするから SNS で集客ができないわけなんですね。なのでまずはサービス作りのポイントとしては、このまんま公式に当てはめるといいですね。 A だった人が B になる、これが誰が聞いてもどの人が見ても伝わるかということです。伝わらない例はどういったものか、例えばよくあるのが自分らしく生きれる方法、自分らしく生きれるようにサポートしてますというふうに言われる方ものすごく多いです。それ自体はすごいいいことですし、僕もやっぱり自分らしく生きたいなと思いますし、そうなったらいいなと思います。ただそれをサービスとして売るということになった場合は、自分らしく生きれるようにサポートしますだけで売れないんですね。なぜかというと、自分らしく生きる定義っていうのは人によって違います。例えば対人関係で悩んでる方でしたら、スムーズな対人関係とか、自分の言いたいことをちゃんと相手に伝えられるようになるというのが自分らしく生きれる方法かもしれないですし、毎月50万円の収入が上げれるようになったら自分らしく生きれるという人もいるかもしれないです。時間と場所にとらわれないライフスタイルを送ること自体が自分らしく生きるということかもしれません。この自分らしく生きるっていうことは人によって定義が違うわけですね。でこういった定義が曖昧にならずに伝わるようなサービスをしたらいいということです。実際僕がやっているサービスの例で言うと、パソコン苦手だった人が1日でホームページを作れるようになる講座というのがあります。これは A だった人が B になるというのが明確に分かります。ですので例えば僕が、ホームページの作り方の発信をしていて、していた場合、それ気になった人がホームページを見て、あ、これいいなと思ったら申し込んでくれるわけですね、はい、なのでまずはこの公式 A だった人が B になるという公式に当てはめてサービスを作るというのが基本的なところです。でこのじゃあ作り方のコツはどこにあるかというと、あなたのサービスはどんな悩みを何で解決するのかというのが分かること、あなたのサービスが他の人と違うのは何か、あなたがそれをやる資格があるのか、それを語れる資格があるのかということです。この語れる資格というのは別に何か、形式上の資格が必要というわけではなくて、あなたの経験値とか実績でそれがあるかどうかということです。僕だったらインスタグラムのフォロワーが50投稿で1万人になりましたとか、まあ、教えた実績で、毎月50万円の収益しか上がらなかった人がインスタグラムをすることによって1週間で200万円の売り上げが上がるようになりました、まあ、こういったものが語れる資格ということになります。でこういったことを言うと、いや私にはそんな語れる資格なんてありませんという方がいらっしゃいます。
でもそんなことはないです。あなたは今まで20年30年と生きてるわけです。ということはその中に必ず語れるものというのがあります。ですので語れる資格がないんではなくて、語れる切り取り方ができてないということがほとんどなので、そこは安心してください。もしわからない場合は僕のホームページから相談とかいただければと思います。例えば僕が子育てのことを語れるかというと、子育てをしたことないから語れないわけですよね。それはママだった人だったら語れるわけですし、小さいお子さんがいるママ起業家のための SNS 講座とかであれば、僕がやるよりもママさんで時間がない中で SNS 起業をしている方が教えた方が説得力があるわけですね。これが資格になります。ですのでここにおいては、スキルが高い方がいいんですけれども、スキル高い低いが大事じゃなくて、その語れる資格があるかという方が大事になったりすることが多いです。このサービスの価値が伝わった状態で発信をすれば、あなたも少ないフォロワーや少ない YouTube のチャンネル登録でもサービスの申し込みにつながってきますので、もしあなたが今 SNS 集客で悩んでるのであれば、ぜひ一度見直してみるといいです。でもう一つの原因があって、それはそもそものビジネスモデルが間違ってるということがあります。先ほどの A だった人が B になるというサービスで、どんだけいいサービスを作ったとしても、ビジネスモデル自体が間違っていると、いつまで経ってもあなたの理想のライフスタイルにならないわけです。理想の売り上げにならないわけですね。例えばすごいいいサービスを作ってやったんですけども、じゃあ3000円で講座を毎回してますということになった時に、30万円の売り上げを立てようと思ったら100人集客をしないといけないわけですね。でそれはね、一月だけだったら100人頑張ればできるかもしれないです。でも今月もやって、来月も新しい人100人、再来月もまた100人、その次も100人、毎月100人100人というのは普通の人がじゃあできるでしょうか。それは僕は難しいと思います。あなたがスーパーインフルエンサーとかでもないと無理だと思います。僕でもそれはできないです。ですので価格設定を見直すということですね。じゃあ毎月100人は難しいですけど、毎月3人だったらどうでしょうか。できるかもしれないですよね。先ほどの30万円の売り上げを上げようと思った時に、3人集めるということは、価格帯を10万円のサービスにすれば3人売れば30万円になるわけですね。30万円のサービスだったら毎月たった1人集めれば30万円経つわけです。こういうと、高い商品は売ったことないから分かんないです、いや売れる気がしないですという方がいます。もちろん今まで1回も何のサービスも売ったこともないという人にとってはそれは難しいと思います。あなたが普段サービスを何かしら売っている、提供しているということであれば、10万円のサービスを作る、30万円のサービスを作るというのは決して難しいことではないです。誰でもできることです。それは単価の高いサービスを作るということが難しいわけではないです。スキルが難しいではなくて、作り方を知らないだけです。作り方を知ってしまえば、あなたもできるということです。フォロワーを1000人に釣るとか1万人に釣るよりも、こっちの方がだいぶ簡単です。どうやったらいいかというのは、業種によっても違うんですけども、一回ググったり調べたりすると出てきます。あなたと同じ仕事をやっている人で、高単価でやっている人って必ずいますので、その人がいくらぐらいのサービスをどんな内容でやってるか、そしてその集客をどうやってやってるかっていうのをホームページとかランディングページと言われるような集客するページを見ていくと分かります。もしくはその人がメルマガとか LINE 公式とかやってると、そこに登録してみてください。そうするとどういう流れでサービスをやってるかというのが分かります。それをあなたのビジネスにも取り入れればいいわけです。大企業は別なんですけども、中小企業やフリーランスの人が大企業と戦うっていうのは難しいです。じゃあどうしたらいいかというと、やっぱり付加価値をつけて単価を上げるということが一つ大事な戦略になってきます。あともう一つ大事なのは、継続的に売上収入が上がってくるビジネスモデルを作るということです。これは先ほど言ったように、毎月毎月新規に集客するというのが大変なわけですね。だからこそメルマガとか LINE 公式でいつでも届けられる人がいるというのも大事です。もしくは毎月毎月お金が入ってくるようなビジネスモデルをするというのが大事です。僕も継続のコンサルティングとか継続のオンラインサロン、コミュニティ運営などをしていますので、そこで毎月お金が入ってくるというわけです。でここで注意点としては、今流行りのオンラインサロンとか、サブスクとか言われているような月額制のサービスを作ればいいと思いがちなんですけども、ただ月額制のサービスを作ればいいというわけではないですね。それをやると失敗します。例えばじゃあ毎月5000円のオンラインサロンを作りましたとあります。5000円のオンラインサロンを作っても、継続的に続ける期間がだいたい3ヶ月だったら1万5000円のサービスを売ってるのと変わらないわけですね。半年だったとしても3万円のサービスを売ってるのと変わらないわけです。これは、毎月の固定収入が入ってるっていうことではないので、そこだけ注意してください。なのでその月額サービスを作った場合には、どれくらい継続してくれるのか、もしくはその継続した後にこんなサービスに入ってくれるのかと
いうところも含めてビジネスモデルを設計するというのも大事です。ここら辺はまた別のテーマになりますので別の動画でお話ししたいんですけども、オンラインサロンの作り方とかは僕の YouTube チャンネルで他の動画で紹介してますので概要欄にも貼っておきますのでよかったらまた見ていってください。今回は SNS 集客で最も大切なコツというのをお伝えしました。 SNS 集客の最も大切なことは実は SNS を発信する前にあるということですね。 SNS 以外に答えがあるということです。ここの土台をしっかりすることによってその上で発信すると集客ができるようになります。少ない集客でも大きな売り上げが上がるようになります。ぜひぜひここを作っていってください。自分だけではどうしてもわからないという方は僕のホームページとかから問い合わせいただければ、個別コンサルティングやコミュニティなどもそういったサポートをするサービスもありますのでぜひ見ていってください。このチャンネルでは SNS の活用方法やオンラインの活用方法、またそこからビジネスにどうやってつなげていくかというところをお伝えしていきますので、よかったらグッド評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。今日は見てくれてありがとう。バイバイ。